日本キリスト教会は日本にかつて存在した長老派教会。日本キリスト教団の第一部として最大教派であったが、教団の不正解消と共に崩壊した。現在の略称は休日元。初期の指導者は上村正久、伊深カ之ジ最後の指導者は富田光である。日本キリスト教会の指導者上左から右下へ奥の摩擦な、 押川正義、植村正久、伊深か之じの熊野雄七明治5年3月に日本キリスト公会が成立した。明治10年、ハイデルベルク信仰問答、ウェストミンスター信仰基準、ドルト信仰基準を信仰告白とする日本キリスト一致協会が成立した。明治十三年十二月に三中会で大会を開き、教会憲法を改正し、 日本キリスト教会と解消する。そして、簡易信条の長老教会となる。日本キリスト教会は、長老教会の伝統から離れて、歴史的な信仰告白を採用せず、長老、羊は、終身としなかった。1890年には、教会数72、教会員1495人。1912年には、教職者310人。 教会数190、教会員18,460人。1926年には、教会員38,510人。大正期の指導者は、柏岩、高倉徳太郎、た田そ、小野村林造。1892年日本、キリスト教会ス山ヤ教会の田村時新牧師は、仏教の影響下の家庭とキリスト教の影響下の家庭を比較するため、 著書、日本の花嫁を出版した。これは、一般にも、キリスト教会でも、話題となり、1893年に、上村正久の、福音新報は、この本を批判した。10月に、日本キリスト教会の中会は、伊深梶之ジ山本秀照、熊の雄七の訴えにより、同胞残部罪で、田村直信を、 建八1894年第9回日本キリスト教会大会で、上村は、この問題についてはもはや多言するを要しない。宣告以来彼が自己を弁護する、その態度を見ればわかる。こののごとき人を、我が日本キリスト教会の教職としてにいむるべきか、どうか、ぜまた地図から分妙である。と述べた。大会は、日本国民を侮辱したるものとして、田村直進を、 牧師から免職した日露戦争中の明治37年から明治38年に日本キリスト教会のミッションから独立の問題が起こった。本来日本キリスト教会は長老系の複数のミッションと個別に協力関係を結んでいた教会であった。それゆえに各ミッションとの関係の調整は困難を極めていた。それが日露戦争勝利後に 日本が列強に並ぶ地位を獲得するとミッションとの関係が好転してきた。明治39年に行われた第20回大会でイブカカジノスケ、ウィリアム・インブリー、植村正久の3人が協力ミッション法を決議した。この法はミッションの伝道事業は日本キリスト教会の大会伝道局との緊密な関係のもとに行われることそしてミッションの事業を 日本キリスト教会が管轄する権利を有することの二点である。この2点を承認するように各ミッションに要請した。米国北長老協会西部ミッション、合衆国、ドイツ改革派協会、米国北プレスビテリアン東部ミッションがこれらを承認し、協力ミッションになった。しかし、これらを承認しないミッションが2つあったので、 明治42年の第23回大会で、非協力ミッション関係解決法に従い、サルアイミッションとして、日本キリスト教会の起用の遊戯関係を継続しつつ、選挙地の住み分けを行った。明治45年10月創立40年を記念して、沖縄で特別伝道をすることを決議した。大正2年1913年1月から開始された。6月より、 首里電動が開始され、家朝廷が主任者として派遣された。大正3年にはさらに沖縄県津波を電動地に編入し、10月に荒垣新一が派遣され1916年には那覇電動を開始した。大正11年5月に東京進学者本科2年生であった芹沢博氏が上村正久の要請に従って那覇に着任した。 1923年に6月には、那覇日本キリスト教会が設立された。大正6年に、日本キリスト教会第31回大会が開かれ、神社に関する決議を行った。その中で、神社非宗教論を否定し、学生が神社参拝を強制されることは、大日本帝国憲法の信教の自由に抵触する、ものであるという明確な意思を表明した。 1920年に憲法を規則を改正した。改正内容は、第一に全文を設けて、その中で地上に存在する目に見える教会は、国の移動、人種差別、階級差などを問わないという内容である。第二に、女性長老を認めた点である。第三には、中介の建設条件が3個の独立教会であったのが、5個の独立教会が、 必要になったことである。第4位は、従来大会、中会で、正議員の資格がなかった、伝道協会が、条件付けで教師ではなく、委員に、正議員の資格を与えるという内容である。1921年は、日本キリスト協会創立50年であったので、記念事業の一つに、売価運動の達成が掲げられ、11個の、独立教会が誕生した。 1923年の関東大震災では14、教会が、教会道を失ったが、日本キリスト教会救護会は、両国公園で、接待部、人事相談部、診療部、伝道部を設けて、救援活動を行った。日本キリスト教会は、関東大震災に関する、宣言書では、大震災によって、東京に代表される、物質文明に傾倒し、 人間の本領と人生の目的に対する配慮を書いていたという神の教訓が示されたとされ、売化運動の達成を強調した。朝鮮の長老派は偶像崇拝とみなした神社参拝を行わなかったが、日本キリスト教会は国民儀礼としてこれを行っていた。日本政府は同じ長老派の流れにあることから、1938年に、 日本キリスト教会大会議長の富田光を派遣し、朝鮮の長老派に対して、神社参拝を行うよう説得させた。日本キリスト教団合同前の日本キリスト教会、代表の準備委員後列左より、熊野義隆、三好努、富田光、小野村林蔵、沢渡る、浅野淳一、飯島聖太、堀内智郎、前列左より、今村幸太郎、 村田志郎、金井ため一郎、村岸清彦1940年10月に後期2600年法祝全国、キリスト教信徒大会を開催して、教会の合同を宣言。1941年6月24日から6月25日に、富士見町教会を会場として、創立総会が開かれ、日本キリスト教団が成立した。 日本キリスト教会大会議長の富田光が日本キリスト教団トップの通り者に就任。1942年1月11日には富田光が日本キリスト教団通りとして伊勢神宮に参拝し、アマテラス大臣に教団の設立を報告し発展を祈願する。同年11月に開催された第2回日本。 キリスト教団総会にて不正廃止が決定。その系統は戦後三派に分裂している。聖書信仰の日本キリスト改革派協会、純正党主義の日本キリスト教会、エキュメニカル派の日本キリスト教団に残留したグループである。日本キリスト教会信条及び書式1912年、キリスト社であることと日本人であること P175。 日韓協会成長比較 P111 日本プロテスタント協会誌 P142 イブカカジノスケとその時代2巻 P366 から392議事録高橋2003年185ページ日本キリスト教会50年誌63ページ日本キリスト教会50年誌62ページありがとうございます